こんにちは、アンディです。今回ご紹介したい本はこちらになります。はい、世界最高の教室ですね。成功の準備が整うっていう学校なんですけども、ビル・ゲイツが激賞するって書いてあるんですよ。まあ、この何でしょうね、最近のこういうなんか向こうからやってくる本っていうのは大体あのマーク・ザッカーバーグさんかビル・ゲイツさんかエリック・シュミットさんかなんかもうそういう大物がやっぱり帯に名前をつけてくるので、まあ、だからまあ日本で売れるっていうあの確証があって出されてるとは思うんですけど、ビル・ゲイツさんがこの学校を見学されてここはすげえって太鼓判をした学校っていうことで紹介されてるわけですよ。で、主人公はダイアン・タワナーっていう方なんですけど、この女性の方が実際に学校を作られたサミットスクールというものを作られて、アメリカでは平均 40% と言われているその4年生大学に行けるだけの力を身につけて卒業していく高校生をうちの学校で 100% 出しますと。要するにうちに来てもらったら 100% 4年生大学に行けるし、もっと言うとその人生で生きていくために必要な力っていうのもちゃんと身につけさせて卒業させますっていうことを約束して入学させるっていう学校を作ったわけですよね。だそれはすごいことで、でそれあのもちろん日本とアメリカで事情が違うから、あの表面的には問題は違うかもしれないけど、抱えてる問題っていうのは本質的には一緒で、要するにこの方も公教育でもともと教師をされていたんですよ。で理想を持ってね、もうそのいろんな生徒さんを救っていこうと思って入ったけれど、実際には仕事が忙しすぎて忙殺されていく中で、目の前でどんどん生徒が落ちぶれていくと。で救いたかった生徒も手のひらからこぼれ落ちていくし、もっと言うとその卒業に至る前に辞めていく生徒もいるし、自分がやりたかったことは何一つできていかない。でその過程でやっぱり救いたかった子どもたちがやっぱり、まあ、データで見ればやっぱ学歴をちゃんと培えなかった人たちっていうのは貧困層に行ってしまうし、貧困になればやっぱり事故を起こしてしまう、犯罪を起こしてしまうような環境に行ってしまう。だからもう学校を辞めさせるとか退学させるとかっていうことが彼らにとってはまあ死刑宣告に近いんですよね。あなたたちはもうあのダメですよって言われてるのと同じようなことを彼らにしている。でも教師からすればやっぱり物理的に時間の限界もあるし、自分の家庭もあるから避ける犠牲にも限界がある。そんな中でタバナーさんは諦めずに、じゃあどんな学校を作ったら彼らを全員救うことができるんだろうかってことを考えてサミットスクールを立ち上げたわけですよ。でもちろんこれは思いだけじゃなくて、科学エビデンスもそうだし、ビジネス界の教えだったりとか、それこそ教育界の教えも含めて、もうとにかくいろんな情報を集めて、制約が何もない状況だったらどんな学校が最高と言えるのかみたいなことを徹底して突き詰めていって作ったのがサミットスクール。でそこでまあ入学を希望される保護者の方々っていうのはやっぱりチャレンジでその学校に入学させるわけだから、ちゃんと全員どんな問題がある生徒だったとしても、その子たちをちゃんとこの学校では育て上げて、未来を生き抜く力とその4年生大学に入学できるだけの学力を身につけさせて卒業させますっていうふうにして学校を立ち上げた。でもちろんそれは紆余曲折あってずっと順風満帆だったわけじゃないんだけれど、その過程がですね、生々しく描かれているのがこの本なんですよ。だからすごい参考になった。で私も今ちょうど熊本をはじめとして学校を作ろうと思っていた時期で、その学習塾ではなく学校、まあ、もっと言うとそのオルタナティブスクールですけど、そのオルタナティブスクールっていう学校を、理想の学校学習環境っていうのを作るためにはどんなことを知るべきなんだろうってことでこの本にちょっとね手を伸ばしてみたんですが、すごくやっぱり参考になりましたよね。実際にこの方がやっていたことを少しだけねご紹介したいなと思うんですけど、まあ一つはその従来の学校でやっていたことがどう悪かったのかっていうのと、そのどう変えたら最高の環境になるのかっていうこと。でもっと言うとその学校を運営するサイドでちゃんと話し合いを持って、でその方向性を共有する方法だったりとか、例えばその教員の中の話も含めてですけど、学校で問題があった時にどうするかってこともあるんですよね。でこの時に例えばじゃあ生徒さんでまあなんか争い事が生じたりとか、まあなんかやりたいことが見つからないみたいな生徒さんに対して何をするかっていうと、そういった問題は問題のまま取り掛かるんじゃなくて、それを質問に変えて考えさせるってことをするわけですよ。そうすると例えばなんかやりたいことが見つからないとか、何をしても楽しくないみたいなことをやった時に、じゃああなたは今何を感じているのとか、何をしている時が楽しいのみたいな質問に変えてどんどん考えさせる。そうやって相手からヒアリングを通して情報を集めた上で、その子が一体何を考えているのか、本当は何をしたいのかっていうのを、まあ、フラットな目線で、まあ、導いていく。もっと言うと例えば友達同士で喧嘩した時も感情的になってるから頭が働いてないんだけど、それをちゃんと紙に書かせることでね考えさせる。で例えばその質問事項がいくつか書いてあって、であなたは何をしたのって、でその相手はどういう状態だったのって、相手の立場からしたらあなたのやったことはどう見えるのとか、なんかそんないろんな質問に対して答えさせる、それを紙に書かせるっていう行為をさせることで、だんだんそのクールダウンさせて、浄土的だった部分を今思考回路を働かせて、今度は考えることで問題解決に導いていく。で最終的にはまあその喧嘩した友達がね、本当はそのまま放っておけばもしかしたら二度と口を聞かない関係になってたかもしれないけど、それを修復するところまで持っていけたとか。でもっと言うとその学校運営に対して使っていたツールっていうのは、自分の家でね、自分の
子供に対しても使えるしっていうところで、でそうするとどん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 その授業の組み立ても PBL っていってプロジェクトベースドラーニングっていう方法を使ったりだとか、自分で物事を考えさせることをやって、で彼らも彼らで、いや私たちは幼いけれど別に幼いからって何にも関心がないわけじゃないんですよみたいな、本当になんかこう本当は問題意識を持って過ごしてるんだけど、大人側がそれに気づかずに教え込もうとしてた。でもその教えることをやめて考えさせる場を作ることによって、子供たちは考えるし、考えることで学ぶしっていう循環が生まれる。でその中で今度は教員サイドもちゃんと意識を共有して、歯車が狂いそうになったらちゃんと話し合いを持って固めながら進んでいくみたいな、でそうやっていろんなことをフィードバックしながら形を変えて、まあ、10年間やってきてよった卒業生ができましたみたいな。でもそういったことをなんかこう生々しく書かれると、その何で悩み、どんなことがやっぱり問題 で私たちは今日本にいるけども、その日本も同じような問題抱えてるわけだから、それを日本の現状に合わせてどうフィットさせていけばいいのかっていうのも見えてくるかなっていうところで、ちょっとすごい私は参考になったところです。なので今教師の方とか学習塾運営されている方も含めて、お子様の教育に悩まれている方もこういった本をですね、実際に読んでいただけると、まあ、ちょっと分厚いんですけど、すごくなんか読みやすいし、なんか書き方が柔らかいので、こういった学校があったらいいなと思う方は、将来的に私がブレイクスラーアカデミーを作りますので、ブレイクスラーアカデミーをオルタナティブスクール化して、メンター制度とかも取り入れてね、すごいなんかちょっと参考になるところがたくさんあったんで、取り入れながら最高の環境、学習環境をね作っていこうと思ってますので、もし興味があられる方はぜひ関心を寄せていただけたらと思っています。今回は、世界最高の教室っていうダイアン・タバナーさんが作ったサミットスクールに関する本をご紹介してみました。何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、アンディです。この動画もご覧いただきありがとうございます。私が本好きなので、好きなタイミングで好きな本をですね読みながら、その一部をねかいつまんで解説をしていくチャンネルになっております。本が好きな方、いろんな情報に触れたい方はぜひチャンネル登録をお願いできたらと思います。それでは今後ともよろしくお願いいたします。